チャールズ・スローター・モアヘッドは、19世紀、アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、第20代ケンタッキー州知事を務めた。また、同州選出アメリカ合衆国会議員も、務めた。その政歴の大半を通じて、ホイック党員だったが、1855年には、ノーナッシング、別名アメリカ党に加入しており、 ノーナッシング公認で当選した唯一のケンタッキー州知事となった。モアヘッドの生歴は1828年にケンタッキー州会員議員になった時に始まった。1832年には州検事総長に指名された。この職を5年間務めてから会員議員に戻り、会議長にも3度選ばれた。1848年、アメリカ合衆国会員議員に選出され、 三期を務めた。その後、ノーナッシングに加わり、1855年には投稿人の知事候補となった。その選挙運動は、ルイビルでの知の月曜日を触発することになった、反移民、反カトリックの主張によってケチがついたものの、州知事に当選した。南北戦争の時に、ケンタッキー州をその拉致外に置こうとした1861年平和会議と、 教会集会議では大議員になった。ケンタッキー州の中立を望んだが、南部に同調的であり、エイブラハムリンカーン政権を公然と批判した。1861年9月には不忠在で、投獄されたが、正式の告訴はなかった。1862年1月には釈放され、その後はカナダ、ヨーロッパ、メキシコに逃亡していた。戦後はアメリカに戻り、 ミシシッピ州、グリーンビルにあった自分のプランテーションに入り、そこで1868年12月21日に死んだ。チャールズ・スローター・モアヘッドは1802年7月7日に、ケンタッキー州ネルソン郡バーズタウン近くで生まれた。父は同名のチャールズ・モアヘッド、母はマーガレットであり、第12代ケンタッキー州知事ジェームズ・キー・モアヘッドの重邸だった。父は、 ケンタッキー州上下両院の議員を務めた。モアヘッドは、地域の公立学校で教育を受け、その後トランシルベニア大学に入学した。1820年に学士号を取得し、優秀な成績で卒業した。卒業後は、大学の講師になり、1822年には、法学士号を取得した。その後クリスチャン軍に移って、法廷弁護士として認められ、 ホップキンスビルで法律実務を始めた。農園経営者でもあり、ミシシッピ州とルジアナ州にプランテーションを所有していた。モアヘッドは1823年7月10日にアマンダ・リービーと結婚したが、アマンダは1829年7月5日に25歳で死んだ。1831年9月6日にアマンダの妹であるマーガレットと再婚した。 この夫妻には4人の子供が生まれた。夫婦ともに音楽、感激、ダンス、パーティーを大変好んだ。1828年、モアヘッドはホイッグ党員としてケンタッキー州会議員に選ばれ、1829年も再選された。2期目を務めた後、法律実務には都合が良いと考えてフランクフォートに移転した。年には、 州検事総長に指名され5年間務めた。1834年、メイソン・ブラウンと共に、ケンタッキー州法のダイジェストを共同出版した。1838年から1842年、さらに1844年は、フランクリン軍を代表して、ケンタッキー州会議員に選ばれ、1840年、1841年、 および1844年の3度会員議長に選ばれた。1847年にはアメリカ合衆国会議員に選ばれ、1847年3月4日から1851年3月3日まで務めた。2期目にはホイッグ党がボアヘッド会員議長候補に押した。議長を選出する投票は1849年12月3日に始まった。 ホイック党は最初にロバート C ・ウィンスロップを候補としたが数回投票を行っても党の中に派閥の対立があったために過半数を獲得できなかった。北部州のホイック党員の中には自由土地推進者のデイビッド・ウィルモットに投票する者がおり南部州のホイック党員5人は一徹にメレディス・ジェントリーに投票していた。民主党もその候補者。 ハウエルコブに対して過半数を集められない状況にあった。12月10日の保育党員集会で、さらに1日ウィンスロップへの投票を続け、ウィンスロップがダメならば、モアヘッド支持に切り替えることで合意した。モアヘッドならば、ウィンスロップへの支持票を保ちながら、南部保育党員の票や、南部民主党員の票も集められると考えられた。12月11日に、 ホイックの意図が公開され、その夜までにモアヘッドは南部民主党員20人からの支持表明があったと報告した。その日の投票の間に南部ホイック党員5人が支持者をジェントリーからモアヘッドに変えた。しかし、この変更が北部ホイック党員の多くには逆効果となり、12月11日夜の党員集会でモアヘッドが選ばれれば、 特に南部民主党の支持を得た場合には北部の保育党を潰すことになると宣言した。モアヘッドは党員集会を紛糾させるよりも撤退する道を選んだ。最終的に12月22日に行われた63回目の投票でコブが会員議長に選出された。アメリカ合衆国会議員を辞めた後は法律実務とプランテーションの管理を再開した。 1852年、アメリカ合衆国大統領選挙では、ウィンフィールド、スコットの選挙人となり、1853年には、ケンタッキー州会議員をもう一期務めた。1855年初期までに、ホイック党は、派閥の争いで、分裂状態になっていた。ケンタッキー州では、ホイック党の元党員の多くが、ノーナッシング党と関わっていた。モアヘッドも、 その一人であり、ノーナッシング党は民主党よりも統一的であると主張していた。元ホイック党員は、ノーナッシング党を取り上げて、統一主義ホイック党組織に作り直そうと期待していた。ノーナッシングの1855年州知事候補者、ウィリアム・ラビング・ハンジが健康上の理由で辞退した時に退去入党していた元ホイック党員が、モアヘッドを代役の知事候補に押した。 保育党等が解体する前の4月にあった党大会では多くの者がモアヘッドを知事候補に押すと予測していた。当時のケンタッキー州は移民やカトリック教徒の数が少なかったが、モアヘッドの選挙運動で訴えたことの多くがこのような集団に対抗することだった。州内で移民やカトリック教徒の大半がルイビルに住んでおり、1855年8月6日、 地の月曜日と呼ばれた反外国人暴動によって、その緊張関係が頂点に達した。知事選挙で、モアヘッドは69,816票を獲得し、65,413票だった民主党のビバリーエル・クラークを制して当選した。モアヘッドは、その就任演説で、逃亡奴隷法の無効化を非難し、また選挙運動で訴えたことにもかかわらず、帰化市民の 完全な平等を主張した。モアヘッドの知事としての人気は活動的なものだった。最初のケンタッキー州祭を農業の改良を奨励する手段とみて予算割り当てを承認した。1856年にはケンタッキー州農業協会の設立も承認した。前任者であるラザラス W パウエルの時に始まった地形測量が完了し結果が公開された。 内国改良も進んだ。鉄道営業キ路の延長は、モアヘッドが知事を務めている間に2 4 2トルから5 6 8トルにまで伸びた。ケンタッキー州の教育体系も急速に拡大され、州内で資格ある教師が不足するようになった。モアヘッドはこの需要に対応して、トランシルベニア大学で州の支援する、教員養成を行う、法案を提案した。 州の教育監督官ジョンディ・マシューズがこの法案を支持してロビー活動を行い、ケンタッキー州で教師を育成できなければ、北部から州内への教師の流入を許すことになり、児童の心に悪影響を与えると主張した。この法案は1856年に成立し、トランシルベニア大学は私立大学から州が支援する大学に転換された。それまで議会が、 歳入に含めて考えていた教育税で集められた金がトランシルベニア大学支援に振り向けられた。教員養成プログラムで75人の学生を受け入れたが法案成立後すぐに策定された計画には逆らっていた。多くの市民は公的教育資金を高等教育に使うべきではないと考えた。モアヘッドはこの計画を守ったが2年後に招集された議会は 大学への資金手当を撤廃した。フランクフォートの州立刑務所に収容される囚人の数も増えていた。1856年までに237人が収監されていたが、刑務所には126室しかなかった。州法では夜間に独房監禁を求めていたが、空間の制約のためにそれを守ることができていなかった。モアヘッドは議会と協業して、 刑務所を252室まで拡張する計画を作った。刑務所長と州の契約を再交渉して州に有利な形にし、刑務所長が懲役から上がる収入を集めることも認めた。モアヘッドは知事としての初期に新しく2件の銀行認証を承認したが、後にはハロズバーグの銀行をはじめとして、その他の数件を拒否した。 衆議会では他にも多くの銀行認証が廃案になった。モアヘッドの知事任期の後半は1857年強行の影響を受けた。1857年12月、貧者救済のために州は2万千ドルを当てたと報告した。モアヘッドは1859年にルイビルに移転し、おいのチャールズ・エムブリックスと共に法律実務の共同経営を始めた。 1861年2月、週刊の党派的問題を解決しようとした平和会議に出席した。1861年5月、内乱を避けようとした試みである、協会集会議の大議員に選ばれた。しかしこの会議は実を結ばなかった。この会議で作られた最終文書には同意できない条項が含まれていたために、モアヘッドは署名しなかった。ケンタッキー州が、 中立に止まることを推奨したが、個人的には南部に同調的であり、エイブラハムリンカーン政権を公然と批判した。国務長官、ウィリアム・スワードが南部との交易を遮断したことを批判した。1861年9月19日、モアヘッド、ルイビル・クーリア編集者リューベン・ティー・ダーレット、及びマーティン・ダブリューバーという男が不中罪で逮捕された。 この三人はインディアナポリスに連れて行かれ、その翌日、ルイビル巡回裁判所ハンジジョン・カトロンが、モアヘッドに対して人身保護令状を発行した。9月24日、モアヘッドを逮捕した役人が、カトロンにアメリカ合衆国陸軍長官、サイモン・キャメロンがすでに、モアヘッドをニューヨーク港のラガイエット取に連れて行くよう命令を出したと告げた。 それから間もなく大陪審が招集されたが、モアヘッドに対する告発を挙げることができなかった。モアヘッドは後に、ボストン校のウォーレン砦に移送された。モアヘッドは監視人に、刑務所での状態について、苦情を言っていた。特に10フィートと20フィートしかない一室に、他の9人と閉じ込められていては手紙を書くのも難しいと、訴えた。 モアヘッド釈放の請願書がリンカーン大統領に届けられたが、リンカーンは国務長官のスワードにジェームズ・ガスリーとジェームズ・スピードがそうすべきと考えた時にモアヘッドとその他同時に逮捕されたものを釈放すると伝えた。後にガスリーはリンカーンにモアヘッドの逮捕はケンタッキー州における北軍支持派にとって恩恵をもたらさなかったと伝えた。 モアヘッドは1862年1月6日に南部反乱に加担しないと宣誓することを条件に仮釈放された。1862年3月19日、その仮釈放状態から無条件に解放された。モアヘッドはルイビルの自宅に戻ったが、アメリカ合衆国憲法に対する忠誠の誓いを拒否したことで再度逮捕されることを恐れた。 1862年6月、モアヘッドはカナダに逃亡し、続いてヨーロッパ、最後はメキシコに逃げた。終戦後、アメリカ合衆国に戻ってミシシッピ州グリーンビルのプランテーションで生活した。モアヘッドは1868年12月21日に死に敷地内に埋葬された。1879年5月31日、 ケンタッキー州フランクフォート市フランクフォート墓地に移送された。ありがとうございます。